警告しておくが、やめないと叩きのめす。やってみるってんだ。さっさと金を出しな、全部だ。デブ、時間稼ぎやめな、急げ。急ぐんだよ。いつまでも待たせるんじゃねえ、急げ。急げ。下手な真似しやがるとドタバぶっ放してやるからな。てめえ何見てんだ。さっさとやれ。もたつくんじゃねえ。どうしたい。早く入れろ、全部だ。やってんのか、こら。ちょっと失礼します。そんなものはしまった方が利口だな。てめえどこのケツの穴だ、一体。お客様の前だ、そういう品のない言葉は慎んでいただきたいね。なんだ。警告しておくが、やめないと叩きのめす。やってみるってんだ。動いてみろ、命がいくさっても足りないぞ。ああ、君たち見事だったな。君たちのような従業員がいて鼻が高いよ。実はあいつには5回も襲われてたんだ。だがもう二度とやってこれないだろう。礼を言うよ、アフリカンコネクションにな。ところで日曜の夜を開けておけよ。うちでちょっとしたパーティーをやるからな。どうだ、言った通りだろう。対等に扱い始めたじゃないか。それじゃいいな。まず駐車表を渡し、キーを受け取り、車を通りに止めてくるんだぞ。それが終わったら中へ入ってキッチンの手伝いだ。アキーム、一緒に来てくれ。クリオ・マクダウエルの自慢の城を見せてやろう。ここはまあこのうちで一番いいところだ。一目見れば良さが分かるだろう。わしが子供の頃にはここよりももっと狭い小屋の中に9人もひしめいて暮らしてた。だが今はこの通りだ。死んだ女房に見せてやりたかったよ。とってもいいお宅ですね。ええ、ありがとう。お前だって2、30年一生懸命に働けばこういううちに住めるようになるかもしれんぞ。だといいんですけど。まあな。今夜はここで働いてもらうぞ。シャンペーンを開けたことあるか。ええ、見たことありますが。よし、グラスはいつも満たしておくようにな。はい。わしは着替えをしてくるから、客が来るまでは好きなところでのんびりしててくれ。なぜなら、わしは主を愛しておる。わしの言う意味わかるかね。わしは主を愛しておる。だが主を愛することが間違っておるなら、わしは正しくなくてもいい。じゃあマイフェイス、はい、いや今日はよく来てくれた。これ行くまで飲んで楽しんでってくれ。いやランディ、調子はどうだ。よく来たな。こいつには気をつけて。ビッグエンド、やってるか。この間の強盗の騒ぎ方はちょっとしたもんだったな。俺も手を貸そうと思ったんだが、あいにくコーヒーで両手が塞がってたもんだからな。あれはアフリカでライオンだのトラだのと戦って覚えたテクニックか。そうです。国では攻撃的じゃないとダメなんですよ。ここだって同じだ。ことに女に対してはな、女は決して認めないだろうが、心の中じゃ男に命令されたがってる。そんなもんなんだよ。実はそのことで話したかったんだ。ダリル、いつもながら君のお母さんを見るたびに魅力的になるね。ちょっと二人だけで話がしたいんだけど。おお、いいよ。ちょっと失礼。ママ、パパ、おばちゃん。おお、いいと思う。本当はマクドナルドのポテトの方が美味しいわ。でもマクダウレさんには内緒。アキーム、
皆さんのクラスについて回ってくれ。今から特別発表を行うから。わかりました。皆さんちょっと耳を拝借いたします。ああ、ジェンクスさんご夫妻どうかこちらの方へ。おばあちゃまもいらっしゃってくれませんか。実は今親として非常に嬉しいニュースに接しました。ああセミ、こちらにもシャンペン。ありがとう。どうも。よし、着いたら早く下がって。さあ、ご存知の通りダリルとリサとはしばらくお付き合いをしてきましたが、つい 2,3 分前に2人の間で非常に大切な決定的な話し合いがございまして、リサがお受けいたしました。したがってこのパーティーは婚約発表パーティーとなりました。これはめでたい、塩叩いよ。嘘みたい。では二人の婚約を祝して。婚約を祝して。はい、花嫁と花婿に。婚約が整ったとは実にめでたいことだ。祈ってあげよう。神は常に正しき者にのみ手をお貸しになるからね。ジェリコで戦ったあの女子岩になされたようにな。そうだと思う。神はダニエルを獅子の檻から救い出され、さらにはギリカーンを島から救い出したではないか。おうしゅよ。話があるわ、今すぐ。